はい、さっきはね、マイクついてなかったのでもう一回言います。この子はね、ケーキの子です。ケーキの子の女の子で、色がアプリコットからクリームになっていくかな。頭ちょっと薄めに見えますが、まあ明るめの、薄い目の色ですね。で、頭が薄く見えるのはライトの加減もありますが、将来的には薄めになると思います。で、今このね、毛の先っぽはちょっと色ついてるんですが、ここを今度パッと押するとこの下の毛が上に上がってくるので、もう一段階明るい色になってくると思います。で、足に関しては短いです。足短めで、マズルも短いですね。はい。で、タイニーサイズだと思います。小さめのタイニーサイズになるかなと思います。で、性格はね、女の子らしい感じで、優しい感じかなと。やんちゃではないです。で、人は好きです。こうやって寄ってきてくれます。はい、いい感じのね、女の子らしい子になってくれそうです。このね、この子たちのお母さんのケーキは本当に子煩悩なので、すごく今も関わっています。3ヶ月になっても、ちゃんと母親として関わってくれてます。はい、足短いね。よしよし。で、今撮影の邪魔になるのでケージに、もう一匹の兄弟入れてますが、一緒に入ってるのはケーキお母さんです。お母さんも心配だね。はい、よしよし。こんな感じで今ね、乳歯ですね、乳歯が入ってます。で、6ヶ月7ヶ月ぐらいになると生え変わってきたりするんですが、今はね、こうやって甘噛みですね。で、もし甘噛みで興奮してきつく噛むようなことがあったら、まあ当然、人間の方も痛いと思うので、しっかりと、痛いということを、声を出して表現をして、で、噛んではダメということを教えてください。まあそんな風に噛むことはないと思います。今本当に優しく噛んでる感じでした。はいはい、こっちおいで。はい、ね、歩くときに毛が揺れて可愛らしいですね。はい、足の短いタイプの、女の子、ケーキの11月の、15日やったかな、生まれの、女の子です。ちょっと今から体重を測ってみようと思います。それでは体重を測ります。 600g。 一回いきます。550。もう一回測ります。550かな。もう一回測ります。あ、もう動かなくなりました。650か、 650g です。体重は 650g でした。ケーキの、アプリコットからクリームぐらいになりそうな女の子、足の短いドワーフタイプの子の体重は 650g でした。それでも小さいですね。はい、よし、来た来た来た。